ほら、モモの大好きなケーキ、こんなに買ってきたよ。ありがとう。それから、新しい絵本だよ。パパはこれを書いてて遅くなったんだ。わあ、そうだったの？嬉しい。ねえ、早く読んで。早く、パパ。わかったわかった。そんなに慌てないよ。早く見たいわ、パパ、早く。でも、モモがそんなに喜んでくれて、パパすっごく嬉しいよ。だって、パパ絵は下手だし、お話の筋も変だし。そんなことないわ、モモ、パパが描いた絵本が一番好き。だってドキドキするんだもん。パパ、寝なかったの？うん。じゃあ、絵本できたのね。いや、ごめん。どうしても顔が。顔？うん、顔がうまく描けなかったんだ。まあ。でも仕事から帰ったらすぐに描くから、もう少し待っててね。うん。になったので、とても喜んだということ。ももちゃん、ももちゃん、起きて。こうしてお姫様を連れ去ろうとした二人の悪い魔女たちは、王の怒りを買うと二度と目覚めぬよう体にたくさんの釘を打たれて十字架に貼り付けられてしまいましたとさ。おしまい。どう？面白かった？パパが殺したのね。え？パパじゃないよ。王様が魔女たちを殺してあげたんだよ。パパ、今までのお話も全部本当にあったお話なのね。パパがひどいことをしたのね。
まだわからないのか。絵本に出てくる女の子たちは全部全部お前のことなんだよ。やめて。こんなにもお前のためにお話をたくさん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 書いてきてやったのに、どうしてお前はわからないんだ。誰か助けて。パパが変になった。どうしてもわからないみたいだね。もう新しい絵本だよ。あるところにとてもかわいいウサギがおりました。ウサギはオオカミと暮らしていましたが、絵なんてどこにも描いていないわ。いつも絵本ばかり読みたがり、オオカミを困らせました。絵なんてどこにも描いていないわ。そしてある時、ウサギはオオカミの正体を知ってしまいました。やめてパパ。そこでオオカミはとうとう、話はもう終わったんだ。